田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム645、欲しいぞ週刊新潮、ぶっちぎり先週号に続いて、トリプル上松聡、小泉進次郎、永田英寿、スクープ記事は秀逸なのに、対オリックス才川浩人、東京地検でミイラ取りがミイラになっちゃうとは、と出してお届けオーバーいたします。前々回のですね640、前々回ですね642、グレタ・トゥンベリちゃんも顔向け、安倍晋三ちゃんご用達、グランドハヤット東京へ徒歩で集合したカルロス・ゴーンちゃんが有限会員確保不実行、小泉進次郎ちゃんより SDGs な COP25 勘だった件を笑いってのをお届けをいたしましたけれども、まあご存知のようにカルロス・ゴーン氏をですね、ゴーン氏というか被告人を監視して尾行していた会社というののお金は、なんと全ての役職を解任した日産自動車が自分たちでお金出してた、ましてやその委託したところが日本シークレットサービスという会社で、警視総監と、それから警察庁長官を務めた人間計4人が、顧問にいると。そして顧問弁護士はなんと東京地検元特捜部長で、北里病院の前で銀座のお姉さん乗っけて北里病院の患者さんを引き殺しちゃったという、石川拓子ちゃんだってことまでですね乗っけた週刊新潮、あっぱれと思ったんでございますけども、今週号も昨日お伝えしたように上松聡、小泉進次郎、中田英寿スクープというのは良かったんでございますけども、なんと関空の話は、関空はフランスの会社バンセイアポートがやってる、バンセイアポートオリックスが40-40で株持ってるんですから、オリックスが連れてきたんですからね、オリックスを叩けない、あるいは全部の書類にサインしたのは才川浩人ちゃんまで、アメリカでそれだとやばいよって判決が出てんのに知らぬ存ぜず、あるいは東京地検を批判できたのにですね、東京地検の肩持つような記事が載っちゃってるという今週号は、大丈夫かよ編集長、せっかく良くなった週刊新潮、もっと奮起せよっていう内容をお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。田中康夫 YouTube 公式チャンネル、だから言わんこっちゃない、ボリューム645、惜しいぞ週刊新潮、ぶっちぎり先週号に続いて、トリプル上松聡、小泉進次郎、中田英寿、スクープ記事は秀逸なのに、対オリックス才川浩人、東京地検でミイラ取りがミイラになっちゃうとは、と題してお届けをバーいたします。まあ週刊文春に比べると週刊新潮は購読者の年齢が高いんじゃないかとか言われておりますけども、いずれにしても片山守英さんのこのグラビアのところの連載というのは、これを読むだけでも週刊新潮は立ち読みする価値があるという感じでございます。まあ連載の中にはね、桜井よし子様がいらっしゃったり、坂上忍様がいらっしゃったり、百田直樹様がいらっしゃったり、古市憲寿様がいらっしゃったりという、なかなかこの辺りが、こうあとは和也様がいらっしゃったりとか、香ばしい、なんか痛いっていうか、わざわざそんな若者に媚びなくてもいいじゃんっていうあたりで、この辺が編集の、微妙な具合かなと思いますけれども、まあこの小泉進次郎抜きんでる政治力というのはですね、なかなか面白かったと思いますけれども、あるいはこの中田英寿ちゃまのところのサニーサイドアップの杉原悦子ちゃまがカルロス・ゴーン、被告人鍵括弧の、ベイルート会見を日本側で取り仕切って3つのメディアを選んじゃったっていう、なんで朝日新聞選ぶよっていう話で、昨日もお伝えをいたしましたけれども、でもですね、この記事でなかなかすごいのが、ご存知の今申し上げたトリプル、上松聡君という君じゃないや、とんでもない相模原の殺傷で、これいい記事が載ってて、週刊新潮、遺族がもう自分の子供は亡くなったんだし実名公表してくださいと言っているね。京都のアニメの件の時には名前出すなとか言われたの。でもそうなると、でメディアは相変わらず事故の名前を伝えるのは当然で、今まで被害者の側を晒し者にするような感じで加害者側をきちんと
伝えなかったからじゃないかっていうのが問題がありますけど、この植松聡という方、ご存知のように、まあ、お父さんは、まあ町田市の小学校だか中学の先生だったっていうことですけど、同時にお母さんが植松真理さんというホラー漫画家だったという、そしてそのおじいちゃんというのは寺原信夫さんという、なんと吉永小百合様が出ていたキューポラの町の音楽を担当していたってことになると、もう泣き面に鉢で、本当に吉永小百合様とか心を痛めてらっしゃるのではなかろうかという気がしますけど、この記事なかなかでね、娘はこうでもおつでもなく美穂ですと、すなわち相模原殺傷遺族の実名公表手記が浮き彫りにした司法の硬直特集。そうなんだよね、つまり被害者の名前がこう A とかこうおつ A になってると、でこれ記号かよっていう話になっちゃう、丸太かよっていう話になってきちゃうわけですよね。ましてやこの植松聡という方は、自分はもう死刑の判決が出たら売れピーって言ってるってことになると、これ新幹線の中で人殺しちゃった犯人が、無期懲役じゃつまらねえって言ってるとかってことになると、だから死刑って話なんじゃなくて、これ回改めてご存知のように死刑廃止論者の亀井静香、池江亀井静香氏がですね、週刊現代でもヤッシーのこと褒めてくれましたけど、彼が極悪人がいるからこそ死刑は廃止すべきだっていうことをおっしゃってるんですよ。だって日本の観念では死で思って償うとかって逃げでしょ。だから死刑は大事だっていう人たちはそうじゃない、無期懲役っていう中途半端なものがおかしいんで、終身刑、そして終身刑で重労働と金庫のようにただ中で本読んでればいいっていうんじゃなくて、もう本当に汗流して、もういや捕虜などということはいけませんけど、旧ソビエトが日本の、いやもちろん兵士であったかもしれないし、戦争中に誰かを殺したことあるかもしれない、その人たちをとんでもない非人道的な扱いをしたってことは皆さんお怒りになるわけで、その意味で言うと逆に亀ちゃんが言うように極悪人こそ終身刑で日々とんでもないことをしたってことを肉体的にも精神的にも生きて償うべきであるというところの発想にいかないのが、だってこの本当に植松聡被告人とかですね、この間の名前知らない、忘れちゃった、新幹線の死刑になりたいって言ってるようなとんでもない人間が人を巻き添えにしてるわけですからね。でもまあこの非常にこの記事いい記事でした。あるいは小泉進次郎様の記事や中田秀俊様の、事務所の杉原エスコート様がサニーサイドアップがカルロス・ゴーン被告人会見を取り仕切ってたってなんだけど、痛いのが何かっていうと、このゴーン様の記事の時にでもですね、まあこの西川博人様の憤激、従業員に一言欲しかったってこんな記事載っけちゃうわけよ。今回の会見には呆れたというかびっくりしました。あれだけ中身がないとは思わなかったですね。何か特別な主張があるのかなとも思ったけど、あれだったら日本で言っても一緒でしょう。日本にいると有罪になるのが怖いということで逃げたのかな。お前が有罪になるのが怖いから司法取引したんだろうって話でしょ。でこの間のこのカルロス・ゴーン被告人の会見も新しいものは何もなかったとかって日本のメディアは言ってて、海外のメディアは日本の司法の全近代的、それは当たり前ですよ、森雅子ちゃまがね、本当に弁護士なのかよっていう、弁護士資格持ってんのかよっていう、とんでも8分なお話をやってしまったわけでございますからね、弁護士資格も取り上げた方がいいんじゃないかって、森政子様に関してはっていう、本当に歌い手の森政子様も本当に同じ名前でやめてよって、ニュースで音だけ聞くと私のこと言われてんのかなって思っちゃうっていう感じだろうと思いますけれども、この西川博人ちゃまに関しては全部の書類にサインをしたんですから。そしてもう一個はですね、これはスイス在住のですね、私の大学時代の同級生でもあるですね、泉純子様がですね、書いておりますけれども、フランスのメディアでは何が書かれてるかというと、
日産自動車の問題がおかしいんじゃねえのかと、こんなことっつんで日産の株主がアメリカで訴訟を起こしたんですよね。そうしたらそれに対して日産はそこの書類で何を出したかっていうと、これはまだ払ってないお金だからこれに関しては乗っけないことは当然だっていうことを書いてしまったわけでしょ。これもう一回戻しますとですね、何を言ってるかっていうと、どういうことかというと、テネシー州でですね、株主が日産自動車を訴えたわけです。で、訴えたのに対してですね、日産自動車側は何を言ったかっていうと、こちらでございますね、テネシー州で株主が金商法取引、金融商品取引法違反で日産がおかしいんじゃないかと言ったのに対して、カルロス・ゴーン関連書類に自らサインをしたのは才川博人様ですから、才川様は目が開いてないサインをしたわけじゃないわけでしょ、少なくとも外形的に。で、未確定の将来の報酬は記載不要で当該判例も皆無だって日産が主張してですね、日産が勝訴したんです。日産が勝訴したってどういうことかっていうと、まだ払っていないものに関しては記載をしてなくても金商法の違反にならないと。で、これをアメリカの裁判所がおっしゃる通りだと、その点はあったんです。これ大変なブーメランですよ。日本で森本博司様たちがやってることは、払ってようが払ってなかろうが乗っけてなかったら金商法違反だって言って、日産もおっしゃる通りですって日産と一緒になって司法取引やってるわけでしょ。だけどその書類に実はサインをしていたのは才川博人様だったってことですからね。これ大変なブーメランで、日産側はカルロス・ゴーン被告人とグレッグ・ケリー被告人を有罪にするためには、アメリカで出た判決はすいません、アメリカ判決取り消してくださいと、日産が勝訴しちゃったら困るんですと、アメリカでは日産敗訴にさせてくださいって頼まなきゃいけないってすごい話なんで、その才川博人様のこのご発言をですね、鍵括弧で乗っけて、しかも鍵括弧その後、想像ができないような不正行為があったというふうに感じました、私自身信頼をしていたボスですから裏切られたという思いが強かった。これから、そうは言ってもこれから司法という枠組みの中でいろんなことがはっきりするんだろうということで、私も裁判に関することには触れないできました。お前が後ろめたいからだろう。そしたらいきなりいなくなっちゃった。私腹を肥やしての逮捕起訴に続き二つ目の裏切りだと感じています。もっとすごいの、日産の従業員や一生懸命やってきてる関係者はみんな大変な目に遭ってきたわけです。彼らや お客様に対しても一言謝罪があるべきじゃなかったのか。それが全くなかったですよね。自分のことのみじゃないですか、カルロス・ゴーンは人を裏切るばかりだな。大変なブーメランの発言で、これ皮肉として、週刊新潮ってのは皆さんご存知のように、その昔斉藤十一という人が、名編集者がいたわけです。週刊新潮というものが当時週刊文春よりも評価をされていたのは、良い意味での皮肉を込めたまさにアイロニーのメディアだったのが、これ全然才川様に対してのブーメランになっていない記事を書いてしまったってのは、編集長はやっぱりせっかくいい雑誌になりつつあるんだから、こういう記事書いたものをダメ元でやらなきゃダメですよ。ましてやその後に出てくるのが井上久夫様ですよ。朝日新聞出身の、元どっかのメーカーかなんかにいたのに、なんか記者になって、もうほとんど単にカルロス・ゴーン憎しっていうことだけでやってる井上久夫様、私のところになんか文春新書送ってきたけれども、さすがにちょっと違うよねこれって思いましたけども、だからちょっとこの辺りがね、とってももったいないので、もう一個、穴だらけ関空運営はフランス企業っていうタイトルなんだけど、違うでしょって。だっていいですか皆さん、この中にもね、こういうふうにわざと書いてんの。脱出の港に選んだ関西空港の運営はオリックスとフランスバンシエアポートを中核とする事業体が担っているって、ただこれだけ書いてんだけど、いいですか皆さん、
この関西エアポートっていうのはまさに竹中平蔵ちゃんの時に民活ですと言って民間にやらせましょうって、民活すると郵政も含めてろくなことないんだけど、このだってあれですよ、オリックスが 40% 株持ってて、バンシーエアポートが 40% 持ってて、それ以外の出資者 20% っていうのが、まあ、在阪の割合企業、鉄道会社とかの電力、よくわからない、いまだに社長が居座ってる電力会社とか、ゼネラルコントラクターとか、金融機関とかが持ってるんだけど、オリックスとバンシーエアポート 40-40 なんですよ。じゃあ、穴だらけの関空を、なんでそんなところに任せちゃったのっていう国の、ここが選んだ関西エアポートのコンソーシアムに下ろしちゃった、その時の審議会の委員見る目がなかったんじゃないのってことだけれども、これオリックス側の問題って、だってまあバンシーエアポートは単に日本で金儲けしたいと思って来ただけでしょうよ。オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品サービスをお客様に提供する金融サービスグループですなんてこと言っちゃってて、世界有数の航空運営事業者であるバンシーエアポートは世界44の空港の開発運営を行っています。単なる日本は金づるで取ってこうと思っただけでしょう。だからここを叩くんじゃなくて、そんなところと組んで40-40でありながら、あんなラウンジの機械の具合とか、こんななかなかよく上げてんの。関空は VIP についてとって非常に使い勝手がよくできています。何かっていうと、そのなんか、プライベートジェットの利用客が待機する専用施設、玉浦玉っていう字に金玉の玉に交響楽団の京っていう字なんですが、ここから歩いてすぐ搭乗できるからです。羽田や成田では同様の施設から車での移動を経て搭乗しなくてはいけませんので、その際空港職員が車の運転や荷物の運搬を担当することになるので怪しまれるリスクが増すと。その一方で関空ではこの過程が省かれるわけです。またこの玉浦には大型の X 線検査機がついてなかった。でも X 線検査機をきちんと他の空港と同じサイズにしなかったってことは、これは国土交通省の監督責任っていうことでありますし、もっと言えば安全を売り物にしているまさにオリックスがですね、40持ちながらここ全部向こうに丸投げしていたってことだから、オリックスの問題も、責任は免れないくらいな記事になっていなきゃいけないのに、いいですか、ここすごい記事なんでございますよね。バンシーをかませた判断はバンシーに値するって、ね、ダジャレ言ってる場合じゃねえだろ。週刊新潮だ、先月後先週後とっても良かったのに、バンシーと組んだのはで提案したのはオリックスでしょ。じゃあオリックスの問題ちっとも言わないっていうところに大きなこのまあおててが両方じゃなくてなんか一方どうなっちゃってますかって話ですし、東京地検に関して前回皆様なんで私がぶっちぎりって言ったかっていうと、日本セキュリティサービスという、だって社長が元鳥取県警本部長だったっていう人の第二の人生ですよ。そして顧問になってんのが4人、2人が警視総監だった人、2人が警察庁長官だった人ですよ。そして顧問弁護士がこの日本セキュリティサービスというのはなんと石川拓光様ですよ。前回も言ったように石川拓光様は銀座のお姉さんを、もうヤッシーより年上の石川拓光様が20代の銀座のお姉様と一緒にゴルフに行こうと思って、白金に住んでる彼女のマンションの前でピックをして車走らせたら、北里大学に入院していた患者さんが外に出てきたところを直撃して殺してしまったわけでしょ。そしてこの方は皆さんご存知、東京地検特捜部長だった経験がある方なんですよ。でもこの会社の日本セキュリティサービスが麻布長坂町のカルロス・ゴーン被告人が住んでいた借りていたお部屋の前で貼っていて尾行していたんですよ。そしてそのお金を出してたのはなんと日産自動車だったんでしょ。そのことまでしっかりと先週号では週刊新潮ぶっちぎりで書いたのに、今週号になったら
なぜ弘中純一郎弁護士に強制捜査をかけないのかっていう、記事があったりですねしているわけでございますから、これはほとんど検察から情報を新聞社と同じようにお貸し下げでもらっていたような記者から突き上げを食らって、この編集長のまた宮本太一ちゃんが編集発行人になっちゃったんだねという形なんでございまして、これあとねもう一個ね、これすごい不思議だったのは、井上真央さんのインタビューが創価学会の雑誌に載ってる理由なんてわけわからない記事載っけてんの。もともと創価学会に対して批判的な週刊新潮だったのが、宮本太一様が編集長になられてからどうもそうでもなくなっちゃったんじゃねえかっていうことでやってんのかみたいな。んなこと言ったら皆さん、赤旗日曜版には米倉涼子様のインタビューが載ってんだよ。だから別に政教新聞であったり日刊赤旗、私はもう赤旗と政教新聞が宗教団体や政治団体とか政党のメディアは入れさせないって言ってた長野県政記者クラブっていう、まあとっても香ばしい信濃のメディアに対しておかしいんじゃねえのって、ね、脱記者クラブしたわけですから、こんな井上真央さんがそんな創価学会の雑誌に載ってたから何をいいじゃないですか、何の問題もないでしょうよということでね、これ何に載ってたのよくわからない。あ、こんな東大なんて雑誌があるんだ、あの東京大学じゃなくて港の東大で、別にこんなのだったらじゃあ赤旗になぜ米倉涼子は載ったってのも書かなきゃいけないって話になるんですからね。せっかく先週号が良かったのにこういうことやってるから、有山連載に相変わらずな古市のりとし様がいたり、和也様があったり、百田直樹様があったりというあたりがですね、まあ腰が座ってないなって。まあ文藝春秋、週刊文春に関しては非常によくできてんだけど、ただ文春オンラインがですね最近どうもしょうもない、ページビュー稼ぐためのしょうもないような記事をですね、しょうもない書き手にやらせてるところがあるので、これは文藝春秋に社にとってはもろ刃だなっていう感じがしなくもありません。まあ月刊文藝春秋はねよくわからない、だって本当に小泉進次郎様と菅義偉様の対談を載っけたかと思うと、山本太郎様の論文をの論文鍵括弧論文を載っけるとか、ちょっと文藝春秋の本誌の編集部はですねなんか焦ってらっしゃる気がするんで、それに比べてこの今のですね、前の編集長と違って、新谷さんと違って加藤さんは地味な人だなんて言われてるけど、私はこっちよくやってるんで、ぜひとも文春オンラインもですねページビュー稼ぐためになんか外部のスタッフ入れたみたいんだけど、それが本来の文藝春秋の、信頼性を毀損することがないようにお願いをいたしたいと思いますが、いずれにいたしましても惜しいぞ週刊新潮、ぶっちぎり先週号に続いてトリプル、上松、聡、小泉進次郎、中田英寿、スクープ記事は秀逸なのに、対オリックス、対日産というよりもですね対才川博人って書いたのは、これ日産の中の主球派っていうのがいるわけですからね。それに対してあと対東京地検でミイラ取りがミイラになっちゃうとはと題してお届けをばいたしました。明日はですね日産自動車の新体制に私がエールを送るというのをお届けいたしますので、こうご期待くださいませ。